メンバーがなんていうかクイズももふみ編。次はね、回答が僕と商品ということで、ももふみが何言ったか当てていきましょう。そうですね。で、まあ、細かいルールとかはね、前回の動画を見ろってことで、はい、やっていきましょう。はい。じゃあ、第1問からお願いします。一番好きな食べ物は？むずいんだよな。いや、これでいく。じゃあ、せーのでいきましょう。はい。せーの、バン。ラーメン。ラーメン。おお。これはね、そう。でしょ。じゃあ、引っ張られてやります、これ。腹立つ顔してんな。食べ物は？やっぱラーメンですよね。まあお互いっぽい。逆にだよな、嫌いなもんもいいからね。そうなんだよね。分かりやすい。絞りやすいからね。じゃあ第2問目。ジョーカーズで一番好きな動画は？じゃあ行きますよ。はい。せーの、バン。ホース。ああ、俺もそっちと迷ってる。マジでそっちと迷った。練り中央で。練り中だな。綺麗に入った。イエスターがね。フォース負けてんですよ。マジか。話よな。そんなに練り中面白かった。練り中めっちゃ好きだよ。練り中めっちゃ好き。はい、では次はお願いします。血液型は？はい、じゃあせーの、ダン。エビ、エビ。ボケてきてた。ボケたらどうしようね。エビです。でもボケようがないからな。こっからが違うでね。そう。じゃあ次の問題お願いします。はい。今頭の中で流れている曲は？それむずい。むずいよ。ちょっと俺有利じゃないでも。うん。ボケるしかねえじゃんもう。でも勝ってんな気がするんだよな。はい、せーの、ドン。トーマス。ああ、そっちか。いや、ありえるからな。ってのまあ、僕はカトゥーンのロア新曲なんでね。今ハイドアンドシークだ。なんでよ。なぜか全然関係ないとこ行った。アルバムの曲だから絶対わかんない、ね、そう絶対わかんない。じゃあ次、ゲップの秘訣は？いや当たり前のことなんだけど。じゃあいきます、はい、せーの、ダン。いや一緒だね。どんだけ空気ためるか。ためる。秘訣？秘訣どうやって出すかって。そう。え、ひたすらなんだ、はん、は、はい、はい、肺に空気をためる。なんでこいつ空気をためるでいいじゃん。え、正解？正解？ぬるっと正解。って感じ。あいつが悪いな、これな。じゃあもう、まあ、不正解にしよう。なのかな？じゃないよ。こっちが聞いてんだよ。分かってないっていう。答えろっつってんのに聞いてきてやがるな。次飲んでいきましょう。一番好きなお酒は？イエーイ。でもな、俺どっちかだな。俺もどっちかなんだよな。いいですか？はい、行きましょう。せーの、バン。ビール。俺梅酒でいった。ああ、どっちかだよね。どっちか、うん、梅酒のロック。いやー普段 ね、飲めばいいのにって言うんだけど、いやなんかビール飲んだよなってこの間言ってたから。最後か。最後です。じゃあ最後の問題お願いします。ドン。ヨシコとの出会いは？出たよ。え、これ知ってんの？ボケるしか面白いの。ほんと？ボケるしか、ボケるしかない。絶対それ系来ると思ったもん、フィニは。絶対ボケてるもんな、長いし多分。じゃあいきます。はい。じゃあせーの、ダン。はい、長いよ。え、街角ですれ違って一目ぼれした。ああ、これね、言い方までちょっと。ああ、大学生の頃、俺は桜の木の下で昼寝をしていたんだ。そしたら隣にあいつが座ってきたんだな。それが最初のデーだった。俺がそんなこと言えるか？そうだな。ここまで考えらんねえな。やべ、文章力ありすぎたね。ベタなやつかなと思った。よしこの出会いは、やっぱ SNS ですよね。え？SNS ですね。はい。あのね、うん。その、SNS でアプローチして、まあなんとかね、こう、うまくことが運んで、
まあ結果付き合うようになったんですよね。なるほど。出会い、まあ、今でも仲いいですか？出会い中です。仲いいですよ。じゃあ全問終わりまして、はい、作品が2問、2問、僕が3問正解ということで、もう見よう全然嬉しくないですけどね。彼はちょっと独特なので、はい、難しいですね。僕らもまだまだ知れてない生態があるということで、ということで、次はゆうた編で、はい、楽しみにしております。いきましょうね。以上、ジョーカーでした。ありがとうございます。